国民の党とは韓国の政党である。旧国民の党で代表を務めていたアンテッシュが中心となって結成した政党で自由主義的な中道政党とみなされるが、旧国民の党より保守的な成功を帯びている。アンテッシュが率いる旧国民の党は第二十代総選挙で共に民主党、セヌギ党に次ぐ韓国国会の第三局となり、 2018年2月には正しい政党と統合して正しい未来党となった。だが、元セヌリ党の議員で構成される正しい政党との統合に反発した議員が国民の党を離党して民主平和党を決闘したほか、政党統合後も孫、鶴系代表と対立する保守系議員が離党して新しい保守党と未来に向けた前進4.0を決闘する党し、 2020年1月末の時点で第三極系の政党は乱立状態にあった。その一方で2020年4月実施予定の第21大総選挙を見越して政党再編を模索する動きも活発化し新しい保守党と未来に向けた前進4.0は自由韓国党と正しい未来党は民主平和党及び大安心党とそれぞれ合同する動きを見せ始めた。 そのような中、旧国民の党代表だった、アンテッシュは独自の道を模索して2020年1月30日に正しい未来党を離党し、同年2月23日に支持者と共に中央党決闘大会を開いて国民の党の決闘を宣言した。アンは2017年に国会議員を辞職しており、またアンテッシュ系と見られていた国会議員も、 国民の党へ合流しなかったため、決闘時点における国会議席の確保はできなかった。だが、3月1日までに2名の国会議員が入党したため、国民の党は国会に議席を有する政党となった。2020年4月15日、予定通りに第21大総選挙が実施され、国民の党は開かれた民主党と同じく3議席を獲得し、 国会第六党となった。だが一方で、正しい未来党の後継政党である民政党が議席を一つも獲得できなかったため、第二十大総選挙で第三局とされた勢力は大幅に議席数を減らす結果となった。韓国の政治環境では民政党と同様の中道的な政治的位置を持つが、社会的州では民政党よりもリベラルな観点を取る。経済的には、 民政党よりも新自由主義的な傾向がある。党代表のアンテッシュは同性結婚については賛成していないと明らかにしたが、同性愛そのものは賛否の問題ではないという立場を取った。また、国民の党はフェミニズムに友好的であり、女性の安全問題に主要政党の中で非常に積極的な関心を持っている。ただ、外国人投票権関連問題では、 保守的で、ナショナリズム的な見解をとっている。ありがとうございます。